はい、行こう。本気出しよう。はい。クロスひどいな。あんなにストレート寄ったのはクロスにいろよ。いや、うまいじゃねえよ。クロス。はい。土地ブロックだね。さあ、お前、俺の方に行こう。ロックいかない。ロックいかない。全部ロックね。全部ロック。はい、全部ロック。いきます。Okay.
くわ。結局ここら辺で男子の自力ってのが出るのかな。出ない。やべ、ごめんなさい。やっと。なお、ナイストス。いやー、マーケツも間違いだな。よし、距離は超えとこう。はい、こんばんは。こんばんは。はい。取れてやる。すいません、やられました。狭いとこ行ったね、直さん。やばい、もう。たまたまか。17点まで。17点までやばい。やばい、やばい。さあ、来い。惜しかったね。これでもう決まりやで。
ジャンプサーブ。サーブ組で勝ちですね。そうですね。よし、勝った。いきます。よく見てる。うまい。これ、かいちゃん、ボール触っとき。よいしょ。トスがさ、こうなるじゃん。準備してるとき、なんかいつもさ、こう止まるじゃん。早いと間に合わないでしょ。早いと間に合わない。そう、俺もそうだったよ。なんだよ、サーブは。じゃーん。はい。いいサーブ。当たった。当たった。当たった。サーブ、そう。来ないんだ。あ、まあいい。いいね。さあ、来いや。助走を始める位置によるんだ。今止めてみはい。正しい。今できてる。今できてればいいかな。その位置から移動した。あ、すごい。よし。はい。
下げ。あっ、やべえ。怖い。今のはこれ。今のブロックに入ってる。これスパイ取ってないと飛んでないですよ。ここら辺から来るから。でもやらしい人。あ、それもあると思う。相手見ればいいだろ。これはこっち今返すから。そしたら後ろで待ってる方がいい。すごい。サイヤ。レフト。ああ、嘘。もうクイックオフサイドに出てなかったよ。いやよしよしよし、いや、いいと思うよ。よく入った、よく入った。Yeah!
そういうことね。ボール見てないと当たるときは。どうされた？センター。ここ見るコースで見てる、見に行くじゃん、トス上がって、はい、この状態だとここ見えてるじゃん、セッターが見えてるじゃん、これ俯瞰で全部体が見えてます。トスが上がるじゃん、でトスの上がるのを見た瞬間に一目で見えるんです。でどこのコースが当たるかな、で飛び方と打つコースが変わるじゃん。で当たる瞬間見てたのか、見てた、見てない見てない本当にいいかっていう瞬間に、今度は俺体がくるっと持ってきちゃうから、こうなってきて、それがやりたい。なおちゃんとはやっぱネットが今まで高いから、ここで捉えないじゃん。あれって座られるんだよね、この辺からだけど、24とかになると、これ捉えようと思ってネットに座っちゃうから、フォームが変わるけど、なおちゃんはそこを中継すると、24とキャップを捉える。2メートルの時はこれからっていうのを変えれば、前で、もっといけるな。今どこ見てた？ここ見てた？どこも見てなかった。見て。見て。トスがさ、こうかぶりすぎるの。かぶりすぎるとボール見てから下に見るまで時間かかるじゃん。だけど多分前で捉えるって言ってもほぼ入るしかない、はい、なんであとはここからになってくるから、で今なおちゃんここで捉えられてたけど、最後に手首で持ってくることができなかったまんま、だけどそこ狙ってるかどうかって言っちゃう。下に叩くと入る。ただ前で捉えようと思って手振るだったら今みたいにちょっとふわなるはずなんで、ボルトの人はい、こんばんは。こんばんは。だよ。いつまでは、ブロブロにするっていう。あ、そうだね。当たった瞬間にキーパーを入れて、どこまで角度つけるか、ね、あの子とかはドライブかけるだけだから、こうやってただ当てるだけで割るとね、あるんじゃん。だけど、あのルーさんとかと一緒でさ、コースしっかり見て、そっちに行くってやったとじゃん。強く使いのとあと最後に入れないと下に落ちる。じゃあとりあえずスゴールパネッシュカード1しよう。使えちゃった。もう3人はきつい、4人はきつい。はいはい、赤ちゃんいるわけ。吐きそう。あ食べる？私のゲーム。いいよ。まあまあ盛り疲れたから、守備範囲これだけだから、あとね。しょ。そうですけど、まだ動いてないから大丈夫でしょう。この汗見て。すごい。前はブロックない。
のが出てないよな、ほんとに。今までの状況ひどいんだけど、お前。さあ、来い。そう、位置がある。あれ、まあ、なんかもらう。あ、飛ばないにしても、そう。こっちで出しちゃえばさ、触れるじゃん。Thank you.
滑んなかったけど。Stop!